はい、現世層をやっていきますということで、まあなんか先ほどね、なんかプレゼントを受け取ったらなんか2000元同席来て、なんだろうなと思ったら、お知らせ見たらね、プロデューサーレターでお詫びの元同席だったらしくて、うん、ちょうどこの前自分、この召喚でさ、たまにやるんですけど、ノーマル召喚をやろうと思ってこうスクロールして、タップしてこのノーマル召喚に合わせたつもりだったのに、タップできてなかったらしくて、そのまま間違えてこの最新のガチャをやってしまうっていうので、つい最近2000元同席をね、無駄に消費してしまったばっかなんで、それが戻ってきたなと。結局ね、何のお詫びの元同席だったのかなと思って、ね、お知らせを見たのですが、例の、最近始めた人は知らないかもしれないですけど、結構スクエニというか、アプリゲーム史上上位に入るくらいの、不正、詐欺ガチャ、不正ガチャ、うん、についての話でしたね。まだ終わってなかったんですね。消費者庁との戦いは続いていたらしく、ようやく決着ついたらしいですね。前の放送でも言ってましたけどね、まあ、不具合でしたっていう話なんですけど、放送ではね、なんかこの今回のこのレターを読んだ限りでは、まあ、結局あの時はなんか不具合でこういうことになってしまいましたって言ってましたけど、まあ自分もさ、なんていうの、不具合でやらないでしょみたいな、そういうプログラムを意図して組まなきゃならないでしょっていう風な話はした記憶あるんですけど、まあ自分はね、あのガチャに対してあるに対してそんな何の思い入れもないですけど、別に自分はいい結果だったし、うん。別にテーブルガチャでになってるとは思うし、うん。だから確率自体はね、一緒だという認識でもいたんで、まあ特にそんなに不満はなかったんですけどね。ただ自分何度も言うけど、そのガチャに対しての不満じゃなくて、自分はここの運営の、なんていうの、ここの運営に対する不満がね、本当にすごくて。うん。まあいろいろ EX ジョブしかりね、いろんなここの運営の仕方。あとなんかコメントのなんか、なんていうんだろう。なんかさ、まあ殿様営業じゃないけど、なんか上から目線の、なんか運営だなっていうのをね、常に感じるので、なんかすごくなんかね、好きじゃないですよね。ここの運営さんね。うん。で、これね、ちょっと読んだんですけど、よくわかんないんですけどね。そんな、しっかりは読んでないですけど、あんま興味ないんで。一個だけどうしても気になるのが、なんていうの、こういう、ガチャのシステムになってしまったこと。うん。まあなんか監督体制の不全とかさ、そのチェックが甘かったですよっていう人為的ミスなんですよっていう話なんですけど、ここの一文がね、どうしても気に食わないですよね。人為的ミスにより実装されるという不具合が発生していましたって書いてあるんですけど、これ不具合って言わねえだろっていうね。うん。なんていうの、例えばですけど、まあ自分はさ、飲食店とか経営してきて、仮に自分の、経営している飲食店が、まあ食中毒を起こしましたと。起こしたことないですけどね。食中毒を仮に起こしましたと。で、保健所とかから突っ込まれて、まあ謝罪文を書いたとしてね、仮に。当社の従業員の、管理が、監督体制がなっておらず、腐ったね、食材を使ってしまい、食中毒を起こしてしまうという、不具合が発生してしまったことを、大変ね、申し訳なく思っております、みたいなのと一緒だと思うんですよね。うん。それ、不具合って言わないだろうっていうね。人為的ミスにより実装されるということが発生してしまいましたでいいと思うんですけど、ここで不具合を入れるのがどうしてもね、うん、なんか釈然としないなっていう感じですね。まあ別にさ、自分はさ、最近まで別に全然現世層すげえ応援してるったし、うん、あれなんですけど、今最近自分はなんかもうもはや、アンチになってもいいかなくらいの現世層の運営が嫌いなんで、うん、ここら辺もね、ちょっと気になるなっていう感じですね。うん。不具合ってなんか不具合でどうしても片付けようとしてる意志をね、感じますね。強い意志を感じます。そんなところに強い意志を見せられてもさ、困るよね。このガチャの件に限らず、すべてにおいてね、なんか強い意志を感じるけどね。うん、コスト100とかのね、いろいろにしろ。うん。まあだから本当にね、何度も言うけど、いや自分はね、最近だからさっきも言ったけど、現世層すごい応援してたんですけど、最近ね、なんかもうゲーム戦争をもはや、もう終わらしてやろうかなくらいに思ってるんで、うん、なんかもうここまで来たらみたいな。ね、終わってほしくないですけど、すごくサービス続いてほしいですけど、
ここまでなんかユーザーの心を裏切ってくる運営をするなら、いっそのこと滅んでほしいと思ってるんで。本当にこのね、あの FFB 陣営の運営するゲームとか、あのグミが運営するゲームにね、絶対本当に課金しない方がいいっすよ。裏切られるだけなんで。まあもっと言ったらさ、これさ、あくまでこのアニバーサリーガチャだけにおいての話をしてるんですけど、自分はこのアニバーサリーガチャだけじゃないと思ってるんで、まあ結局ユーザーに指摘される以降は多分大丈夫かもしれないですけど、それ以前のガチャはアニバーサリーガチャだから判明しただけで、それ以前から絶対にそういうテーブルガチャはやっていたはずなんで、今もやってると思ってるんで、うん、これは別に厳選数に限らずですけどね、どのゲームも自分はガチャは不正してると思ってるんで、別にいいんだよ。うん。よくはない。よくない。よくない。よくないよ。不正はよくないけど。ただ、なんて言うんだろうね。このアニバーサリーガチャだけの話なんですよって言ってるのが、なんか気に食わないなって感じですね。うん。さすがにユーザーそんなに、バカじゃねえぞって。うん。それ以前もやってんだろっていう、あの、海外版とかのガチャの話を見てればわかるじゃないですか。まあ、そんな感じですね。だから本当にね、何度も言うけどね、まあ、自分は元ね、超絶ハイ課金者でしたけど、アプリゲームのね、いやマジでね本当に、うん、厳選層のおかげもありますけど、アプリゲームにねそんなに課金するのはねやめた方がいいなと思います。まあ今こんな世の中ですしね、いつ何があるか分かんないから、あの本当にねお金は大切にした方がいいと思いますよ。まあ自分が言いたかったのは、なんていうの、こういうガチャのプログラムを組んでそれをチェックし忘れたとっていうことを、言いたいんでしょうけど、これをね人為的なミスにより実装されるという不具合というこの意味不明な文章が気に食わないっていう話をねしたくて動画を撮りました。うん、人為的ミスにより実装されるという不具合っておかしいと思うんですよね。これ不具合いらないと思うんですよね。どうしても不具合にしたいね、この意思を感じるのが本当にね、まあ、ここの運営さんらしいなという感じです。運営はね、別にゲーセンスに限らず、あの、お上っていうのは別にこういうゲームに限らず、お上っていうのはさ、いろいろ腐敗してるわけでさ、例えばあの、ね、小池都知事とかさ、うん、あの、令和の、自分はね、令和のたぬきって呼んでますけど、令和のたぬき、小池ポンポコリンって呼んでますけど、例えばあの、小池ポンポコリンがさ、まあ、なんていうの？まあ、都知事になってるわけじゃないですか。ただそれを選んでるのは都民でありね、国民なわけで。だから結局ユーザーがさ、自分はゲーム戦争を応援してたから今まで行ってこなかったですけど、あのユーザーがやっぱ課金してしまうことで、結局こういうことが一向に良くならない、このアプリゲーム業界っていうね。いっそのことを、なんつうんだろうね、この法律が決まるまで、国がちゃんと規制をね、ちゃんと決めるまで、ちゃんとしたそういう法ができるまで、日本国民全員、アプリゲームに課金は一切しないみたいな、それくらいやんないとダメだと思うんだよね。変わんないと思うんだよね。まあ、ただそうなったらね、アプリゲームが世の中からなくなっちゃうからね。そこら辺はね、難しいとこだよね。まあ、ただそれくらいの意思は、ユーザーが示さない限り、ね、こういう腐敗はね、こういう殿様営業はね、なかなか改善されないんじゃないかなと思います。特にあのゲーム戦争の運営はね、ひどいんで、うん。なんとかね、心を入れ替えて、やってほしいなと思います。まあもう、ゲーム戦争は無理だとしても、今後のね、アプリゲーム、うん。ちゃんとね、タイトルを大切にね、クリエイターを大切にね、ユーザーを大切にね、やってほしいなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。